アルバート・レーナルド・ゴンザレスは、アメリカ合衆国の政治家。ジョージ・ W ・ブッシュ政権にて、第30代大統領法律顧問、第80代アメリカ合衆国司法長官を務めた。ヒスパニック啓発の司法長官である。1955年8月4日に、テキサス州サンアントニオに誕生する。メキシコからの移民労働者の子として誕生し、極貧生活の中で高校を卒業して、アメリカ空軍での勤務を経て、ヒューストンのライス大学に入学した。そこで、政治学を修め、ハーバードロースクールにて、法務博士を取得した。1995年に当時テキサス州知事だった、ジョージ・ W ・ブッシュの法律顧問に着任した。2005年にジョージ・ W ・ブッシュ大統領より任命され、ジョン・アシュクロフト前司法長官の後任として就任した。その後 CIA による無許可盗聴問題や連邦検事正9人の不当解任問題で責任論が浮上し、そこへ中間選挙での共和党の敗北が重なって民主党からの追及が激化し、アメリカ合衆国司法長官職を辞任した。これは、ドナルド・ラムズフェルド前国防長官の退任に続き、ジョージ・ W ・ブッシュ政権2期目の閣僚としては2人目となる。2008年11月18日に、ディック・チェーニーらと共に、テキサス州、ウィラシー郡の拘留所内での虐待事件調査を妨害したとして、同郡大陪審から起訴されたことが報じられた。ただ調査の結果、12月には、不起訴処分となった。辞任後は、テキサス工科大学の教授職に内定する意向と報じられているが、同大学の学生や教授らがこれに対する反対、運動を起こしている。ありがとうございます。